はい、どうも皆さんこんばんは。ということで今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、皆さんこちらの映像、これね、ただのカメラで撮った映像ではないんですよ。これ何のカメラで撮ってるか分かりますか？この映像、これね、実は超小型カメラで撮影をしている映像なんですけども、まあ超ってほどでもないな、小型カメラで撮影をしている映像なんですけども、今回きなこがもうあと本当に数日で赤ちゃんを産むと思うんですけども、その時の映像をこのカメラで収めたいなと思っているんですよ。そう、まあ出産のところはね、うまいこと撮れるかどうかっていうのは、まあ24時間データ的に回せるわけじゃないので、まあ、難しいかもしれないんですけども、きなこが本当にプライベートのお母さんの顔をしている、子育てをしている映像をね、皆さんにこのカメラを使っておそらくお届けできるかと思うんですよ。なのでまあちょっと一緒に楽しみながらやっていきましょう。うん、はい。ということで、何のカメラを買ったかっていうと、こちらのカメラなんですけども、セキュリティカメラっていう、まあなんていうのかな、防犯がメインで使われるカメラっぽいんですけど、なんかその動物の、観察をしたりとか、あとは、お留守番させてる子の見守りをしたりみたいなことがメインでできたりするカメラらしいんですよね、こういうやつ、うん。そうなので、まあ一応こういうちっちゃい小型カメラとかって、まあそういうちゃんとした用途以外には使わないようにしようねっていうのは言っとこうかな、うん、だからまあ SD をこういう感じで入れられて、そこにデータを保存したりとかができるみたいで、あとはまあスイッチを入れると、まあ僕の方のスマホと連動してスマホで操作ができるっていう感じらしいですね。らしいですっていうか、まあそれを試すために今回ちょっと被害に遭ったっていうと違うんだけど、今回この子のこの子の私生活をこのカメラでちょっと覗いてみたいと思ういつもねこの手の企画になると福くんがいつも、協力してくれるわけなんですけども、やっぱ福くんってね、こういうことをやらせると本当に可愛く撮らせてくれるので、そうだからやっていきましょうはい、これが、その小型カメラの映像ですね。やっぱりね、そのなんていうのかな、防犯のためっていうのもあるっぽいので、なんか日付が右下に入っちゃうんですよね。だからまあそこは隠してるんですけど、日付とか時間とかが入っちゃってるっぽいっていうか入るので、いや可愛いね、気づかれたかな、いや非常にいいですね。まあもちろんそのね、妊婦のきなこのところにカメラを設置するときはこういう中に入れるんじゃなくて、外からしっかりと気づかれないようにというか、なるべく気に触らないように撮影を、うん、本当に慎重にねやっていくつもりなんですけど、福くんはもうガンガン福くんは私生活もう撮られまくりなんだよねプライベートでも写真撮られちゃうしね、飼い主にいや本当にね可愛いっすね。一回見に来て帰りましたね。うんいや福くんって本当にこういう時になんか嫌がることもなく、まああんまり気にせずに撮らせてくれたりとかするんですよ。本当になんか多分もっちゃんとかに入れると、もっちゃんってうちの女の子なんですけど、もっちゃんとかに入れると多分警戒しちゃってちょっと噛んだりとかするんですよね。ただ福くんは何って覗きに来て、なんだろうっつって帰ってくるんでそこがね本当いい性格してるんですよね、福くんは。さあなんかおやつが入ってきましたね。乾燥したリンゴが入ってきましたね。うん、さあどうする、気づいてるか、気づいてるか、まだ気づいてなさそうですね。いやこれ本当にいいね、
これがスマホで見れるんですよ、実は。だからなんかね、いいっすよね。うん、あー気づいたね。あー食べてる食べてる食べてますね。まあ僕もまだ使い始めたばっかりなんで、まあ容量は分かってないんですけど、うん、でもこういう映像が、見れるっていうのはすごくいいですね。だから本当にあのね、芸能人の方でさ、本当に自宅のハムちゃんがあの大事で四六時中気にしてるっていう方いるじゃないですか、あのお笑い芸人の方。だからそういう方をこういうのやってるのかなって、まあちょっと思ったりとかするんですけど。おいちょっとカメラおーいすいません、慣れてないもん。あ、帰ってきましたね。帰ってったな。これね、最後の映像が本当に可愛くて、なるべく近づいてみたら、これ食べてんの、めっちゃ可愛いでしょめちゃめちゃ可愛いのよこの福くん。いやでもさ、カメラに気づいたんですよね、ここで。カメラに気づいた、こう見てて、ほらちゃんとさ、後ろの方にさ隠すのよいやしっかりしてるね。こういう姿が見れるのはいいね。スマホでこういうのを撮ろうとするとやっぱりちょっと大変なんで、うん、まあね、まあ僕が使ってるカメラ、広角カメラが使えたりとかするんで、ある程度は撮れるんですけど、でもこういうちっちゃいカメラの方がやっぱり撮りやすいんですよ。いやーいいね。でしかも僕が手をなんか伸ばして直接撮ってるわけじゃないので、これカメラ置いたまんまにして僕は手を引いて撮影してるんで全く気にしてないですよね。だからそこが無機物で撮ってる強みですね。やっぱり僕の手があるとさ、そこを何々って気にしてきちゃったりとかもするので、いやめっちゃ可愛いなめちゃめちゃ可愛いですね。まあこんな感じで、まあ出産を控えたきなこ、まあなんで小型カメラを買ったかっていうと、やっぱりそのナイーブになってる部分があると思うんですよ。そこをなるべく刺激せずに、まあ皆さんにも本当に奇跡の瞬間を、届けられるようにっていう、その僕のなんていうのかな、やりたいことって言ったら、まあ、ちょっと違うのかもしれない、失礼になっちゃう、失礼っていうか、まあ、きなこにちょっと悪いかもしれないんですけども、僕の目的と、あとはきなこの、本当に繊細なケアを考えた時にこういうものが一個あるといいのかなと思ってね、うん、買わせていただきましたね。そうだから、まあでも出産はね、本当に24時間回せるわけじゃないので撮れるかどうかは分かんないんですけども、でもきなこの本当に初めての一生懸命子育てをしている姿はお届けできると思いますので、うん、そこら辺はお楽しみということで、本日も最後まで本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ありがとうございました。